ポップティーン TV ほんじゃらけーゆいとぴです。はい、ということですね、待って、はい、ということでですね、はい、ゆうた、今日は学校メイクを紹介していきたいなと思います。イエーイ。すっぴんといってもですね、カラコンとアイプチはもう終わっている感じなんですけども、やっていきたいなと思います。すっぴんから始まるね、オープニングが初めてレベルなんですけども、貴重にしていただけたらなと思います。ではどうぞ。はい、ということでですね、今カラコンとアイプチをした状態なんですけども、カラコンはですねこちらです。クレームクリームクラダみたいな、クレームかクリームって名前のですねカラコンを使っています。種類はちょっと英語でねわからないんですよね。ここに書いてあるんだけど、なんだ MOON モーン、モーンかな、わかんない。 MOON っていうやつの 14.1mm を使っててですね、こういう感じで超色素薄い、もうすっごい色素薄いレベルじゃなくない、もうなんかトゥルンっていうか柄がなくて縁もなくて感じを、こんな感じのを使ってます。はい、でですね、学校行く時はですねメイクはしていくんですけども、基本毎日化粧をした状態なので、撮影とかでですね、学校の日ぐらいは肌を休ませたいなと思っていて、学校の日はですねファンデーションとか下地とかベース類は何もしてないです。はい、ということでベースはなしで始めていきたいと思います。あ、でもちょっとここの焼けた跡だけすごい嫌で、コンシーラーちょっと消します。コンシーラーはですねこちら、エチュードハウスビッグカバースティックコンシーラーの SAND、 この焼けた跡のところにちょん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 、なんかクマは基本消してないかな、学校の時は。けどなんか焼けた跡だけすごい本当に嫌で、コンシーラーでこういう風に消します。次、眉毛に行きます。眉毛はですねこちら、ででん、サナエクセルロングラスティングアイブロウ LT02 番キャメルブラウンを使ってて、こっちはパウダーになってて、こっちは眉毛リキッドになってるんですけど、これで眉毛をとりあえず縁取ります。こういう感じでここにこうやって線があるんだけど縁取っていきます。基本こういうのは多分みんなペンシルで縁取ってると思うんだけど、レイカリキッドでやってます。濃くなくて薄く縁取れるから、でこういう感じで両方縁取れたらですね、うちのパウダーの方でこの縁の中を塗っていきます。で、ある程度パウダーが乗ったらですね、次はこちら、安定のケイトデザイニングアイブロウ EX4 番を使いまして、さっきのパウダーの方だとここの眉毛が生えてない部分ってパウダーが乗らないから、ここの真ん中と上の2色をこういう風に混ぜて取って、眉毛が生えてないところにのっけていきます。本当は眉毛じゃないところに眉毛を付け足していきます。こういう感じで付け足していきます。で、こっちのふわふわのブラシの方で同じように上の2色をこうやって混ぜて取って、眉頭をつけていきます。あんまり濃くしたくなくて、で、ある程度こういう風になったら、こういう眉毛をシャ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 ってするやつ、リキュールブラシみたいな、リクイドリキュードブラシみたいなやつで眉毛をぼかしていきます。眉頭は結構ぼかします。ほとんどパウダー乗ってないんじゃないかってぐらいまでぼかしていきます。はい、こんな感じでぼかしたらですね、次は眉マスカラです。こちら、エチュードハウスのカラーブローマスカラナチュラルブラウン。やば、お腹鳴った、超お腹空いてる。はい、こんな感じで眉毛は完成なんですけども、このさっきのこちらケイトの眉パウダーを使ってノーズシャドウしていきます。ノーズシャドウはここの下2色を使ってこうやって混ぜて取ってノーズシャドウしていきます。で、ちゃんと小鼻までこうやって、みんなここでこうやって鼻筋がこうやって終わっちゃう人が多いと思うんですけど、ここで終わりじゃなくてここもちゃんとこうやってやることが大事です。そしたら手でぼかします。手でぼかしたらこんな感じです。そしたら目に入りますね。目はこちら、サナエクセルシマリングシャドウ SS03 ハニーベージュです。これをアイシャドウ下地みたいな感じでアイホール全体にどん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 塗っていきます。え、待って、アイプチ取れたんだけど、ちょっと待って、死ぬ。
アイプチ取れたんだけど、なんか取れた感なくない？急遽アイプチなしでしよう。はい、急遽アイプチなしにします。いつもは普通にアイテープをして学校に行ってるんだけど、じゃあちょっと変更。学校の日はお肌のために、まあ、ベースをしないっていうのは最初も言ったと思うんだけど、プラスで学校の日はアイプチもしないっていう化粧にしたいと思います。勉強するだけだから学校って、だから別にアイプチなくてもいいかな。次はですね、こちら、ででん、ケイトのブラウンシェードアイズ N BR1 番、この真ん中の色ですね。これを取ってアイホール全体に塗ります。え、すごいショックマジで。で、塗れたらこちら、ででん、ケイトのダブルラインエキスパート BR1 番、これは涙袋を描いたりとかするアイライナーみたいなやつなんだけど、涙袋を3回描きます。で、あ、二重ないか。いつもはアイテープの上からってダブルラインを描いてるんだけど、ちょっとアイテープが取れちゃったからダブルラインは今日はなしでいきたいと思います。そしたらこれから春ってこともあって、学校行ったけど春メイクをちょっと意識したいので、ででん、こちらリンメルのショコラスイートアイズ015番、リンメルさんがコラボしててパッケージが違うんですけど、リンメルですね。これの真ん中のくすみピンクみたいな、多分ピンクシャドウなんだけど、ピンクのシャドウと比べると結構くすんだピンクみたいな色なんですけど、それを涙袋に塗っていきます。いい感じで塗れたら、またさっきアイホールに塗った時と同じケイトに戻って、この一番濃いブラウンをですね、さっき使ったこのケイトのブラシのですね、これのうちの細い方を使って濃いブラウンをちょんちょんちょんって取ります。涙袋3分の1のここのまつげの際に塗っていきます。涙袋3分の1全体にアイシャドウを置くんじゃなくて、まつげの際にだけ塗っていきます。こんな感じでまつげの際にだけつけていきます。そしたらまたさっきのこっちリンメルに戻るんだけど、リンメルの下のこの暗めブラウンを涙袋3分の1にシャッシャって三角ゾーンに塗ります。こういう感じで、三角ゾーンに塗ってもこのまつげの際のアイシャドウは基本取れないので大丈夫です。次は、はい、アイラインはですね、こちら、ちょっともうなんか色がいろいろ剥げてるんですけど、ラブライナー8J2 番、ブラウンですね。ブラウンを目尻にだけ引きます。垂れ羽アイラインをします。はい、こんな感じでアイラインが描けました。垂れてるんだけど最後跳ねるみたいなアイラインを。次はハイライト、こちらキャンディードールのイージーハイライトクリームベージュをですね、鼻筋に塗ります。指でこうやって取ってハイライトに塗っていきます。チキーンってした。で、眉毛下にも塗ります。こんな感じで、ちょっとはーじゃーぶー待って、嘘でしょ。下地をしてるときは頬骨のところにもハイライトを乗っけるんだけど、学校メイクのときはしないので、下地をそういうときはここにもハイライトを乗っけないです。さあ次、マスカラ。まず下地を塗ります。こちらケイトラッシュマキシマイザー EX1 番で、まず下まつげにつけていきます。したら次ビューラーでまつげを上げていきます。上まつげかな。まつげを上げて、こういうなんだ、まつげを溶かすコームっていうやつで一回まつげを溶かします。溶かし終わったら下地を塗ります。したらマスカラはこちら、ででーん、ヒロインメイクのボリューム&カールマスカラのブラックですね。これを塗っていきます。まつげが伸びろって気持ちで伸ばしていきます。はい、こういう感じでマスカラが塗り終わったら、次はリップかな。最初に下地を塗るんですけども、こちらキャンディードールモイスチャーリップエッセンスリップ美容液で、これは下地っていうよりはリップ美容液なんだけど、すっごいなんかリップクリームとかより全然保湿効果があって、すごいこの子本当にバッセリンを塗ってる感じで、でもそれより柔らかいから塗りやすいし、しかもめっちゃね、ピーチなのかな、めっちゃいい匂いもするから塗ってて楽しいっていうか、いい気分になる。次はこちら、最近ね使ってるマックのリップスティックツイック S っていう、こういうくすんだモスピンクみたいな
って塗ったらこんな感じのくすんだピンク。そしたらその上からででん、ボリカのリッププランバープラスカラーステラブルーっていうグロスかなを上から塗ります。でうーんってやって、こんな感じで終了なんですけども、美容液、リップ美容液を塗った上から、まあ、グロスをするとめっちゃ保湿されるのでめっちゃおすすめです、本当に。はい、ということで学校メイク完成しました、イエーイはい、という感じで学校メイクが終了したんですけども、学校メイクはですね、基本本当にベースは全くしてなくて、でもしっかり化粧する前に化粧水だったり美容液だったり乳液とかでちゃんと保湿をしてから出ます。めっちゃすごい保湿をして、その上からマッサージとかしてちゃんと肌をケアしてから化粧をしてます。いつもそうなんだけど、学校行く時はそのファンデーションとかをしない分ちゃんとこうポン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 ってやってます。つけまも学校の時はつけないで、でも自末をめっちゃちゃんとしっかりあげます、こんな感じで。でちょっと今日はねハプニングでアイプチが取れちゃったんですけども、普段はアイプチはしてます、こんな感じ。学校メイクと言いながらもちょっと毎日メイクっぽくもなっているので、涙袋だったりリップとかをねピンクにして、学校メイクだけど春を意識したメイクになっています。こんな感じで終了なんですけども、いいなって思ってくれた商品があったりだとか、このメイク真似したいって思ってくれたら嬉しいです。学校の日ぐらいはねちゃんと肌を休ませることも大事なので、すっぴんでいくっていうのはあんまりなかなかっていう人でも、ベースはしないで目とか眉毛とかリップとかを完璧にしていけば肌も休めるので、そういうのも大事かなと思います。皆さん肌を大事にしましょう謎の動画。はい、ということで私の学校メイクの紹介でした。見ていただいてありがとうございました。バイバーイバ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 イ。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。そして毎週金曜夜10時国選放送中です。みんな見てね。